はい、ということで、今、明日インド行くんですけど、それを前に、まず福井から大阪に、大阪に着いて、前乗りして、全泊してから、明日10時の、やつ乗ってインド行きたいと思いますけども、で今、自動系、コンビニで自動系ラーメン買って食べてます。はい。で今思うことっていうのはめっちゃ不安、正直。そうやね、1週間前ぐらいまではまあ余裕でしょみたいな気持ちでしたけども、まあいざこうね、まあ明日ってなると、めちゃくちゃ不安だけども、その向こう行って、向こう行っての景色とかは見たいし、自分が海外にいる姿っていうのも見てみたいし、いろんなこと感じたいしっていうのはありますね。でやっぱり冒険のね、いろんな本とか見ますけど、やっぱ冒険の醍醐味ってやっぱこれやなっていうのは最近思います。この不安と、こうワクワク、もう拮抗してる感じが、これがあって初めてなんか旅とか、っていうものなのかなっていうのは思いますね。日本でね、こうツアーとかで、日本の国内旅行ですらツアーとかで行く人いるじゃないですか。僕からしたらもう、あれもいいんですけどね。なんかでもなんか不安とかは全くないし、その冒険感はないなっていうのは、僕は冒険とかそういうね、その旅行を求めてないんで、旅を求めてるんで、今この状態は非常にいいなっては思います。はい。で最近ね、職場の人に百名山を、全部制覇した人がいるんですけど、まあその人と話する機会があって、でなんていうの、その人曰く、まあ人生の哲学的なのを教えてもらったんですけど、まあ人生いいこと悪いこと 50%50% で 50-50 でね、いいこと悪いこと起こります。で、もうこれはどの身分っていうか、お金が少ない人、お金をいっぱい持ってる人でも、岸田総理とかね、今の石破さんとかですら、このいいこと悪いことっていうのは、同じ数起こると。で同じ数起こるんですけども、これをどう捉えるかによって、その人の幸福度っていうのは変わってくるんですね。このいいことに悪いことっていうか、このつまらないこととか悪いことっていうのを、いいことのように、持っていってね、この割合っていうのを、例えばいいこと8割悪いこと2割とかいう捉え方すれば、多分その人めちゃくちゃ幸せなんですよ。で逆にね、悪いことを、8割でいいこと2割みたいな、そういう悲観的なね見方をするとね、その人っていうのは不幸、まあ幸、あんまり幸せではないというかね。だからそうだね、そのつまらないこととかっていうのをね、面白くというか、そういう風なねことをできるようになったら、もう人生
どんなことあっても幸せだなっていうのは、最近感じます。はい、うん、それは思いました。でそれではなるほどやなっていうのは感じましたし、うん、いやー信じられんな。うん、まあ今日は、そんなとこなんで、まあこのインド、まあ1週間行きますけど、まあ毎日こう夜は、思ったこととかを語っていこうかなって思います。いや、うん、まあゆっくり、食べて、明日に備えてでも覚えます。